ただいま。天地兄ちゃん、お帰りなさい。ちょっとどうしたの？ボロボロじゃない。はぁ、死ぬかと思った。何があったの？いろいろと巻き込まれちゃってね。教育実習って大変なんだね。でもあと2週間頑張らなくちゃ。応援するね。ささみ、天地様もお疲れなんですから、あまりお手間をかけてはいけませんよ。天地様、どうなさいましたの？大丈夫ですの？まあなんとか。それにしても御ほどきのお願いなんてしちゃってすいません。だいぶ片付きましたね。私たちが今天地様にしてあげられるのはこのくらいですもの。それにしても本当に大変だったよ。ねえ天地兄ちゃん、そんなに大変なら学校にも手伝いに行ってあげようか。その気持ちだけ受け取っておくよ。教育実習ってのは自分の力で何とかしないといけないもんなんだ。そうですわ。私たちにできるのは陰ながら支えることだけなのよ。そうなの？さすがに今日以上に大変なことなんてもう起きないだろうし。あ、そういえば和州さんから荷物が届いてたよ。教育実習に必要なものが揃ってるって。必要なもの？これこれ。ヘルメット？なんで教育実習にヘルメットが必要なんだよ。部活の顧問でもやれってことかな。天地兄ちゃん、立て。こんなもの必要ないだろう。ワシュちゃんもうっかりしてたのかな。天地様。なんだろうこれ。こんなものが必要になるわけないのに。そうだよね。そうですわよ。そうだ天地兄ちゃん、すごく疲れてるみたいだし、お風呂に入ったら。それがいいですわ。そうしようかな。もしかしてかなりヤバいところに来ちゃったんじゃ。いやいや、初日からいろいろあったからちょっとナーバスになってるのかな。風呂に入って気分変えるか。こんなに大変なものだとは思わなかったよ。シャワーシャワー。はい。お、ありがとう。何やってんだよ涼子。だって今日一日天地に会えなかったから寂しくって、ほら背中流してやるよ。やめろって。遠慮するなよ。っていうかボロボロじゃねえか。誰にやられたんだよ。天地にこんなことするなんてただじゃおかねえ。涼子まで入ってきたらさらに面倒くさいことになりそうだから、お前は絶対学校に来るなよ。なんだよそれ。どうしました？天地様。涼子さん、あなたまた。うるせえ。いいじゃないか、減るもんでもねえし。減りますわ、ものすごく減りますわ。だな天地兄ちゃん。また涼子お姉ちゃん、お風呂場なんて覗いて。羨ましいだろ。あなたはいつもそうですのね。はぁ、やつもちょっと思いませんね。もういい